こんにちは。それでは今日はジオスさんのミストラル限定カラーが入荷してきたので見ていきたいと思います。それでですね、皆さん、ついにやりました。ついにやったんです。何かといえばこれですね。4年前に自転車の説明を始めて、多いもので7万回とかなってるんですね。ライトウェイさんの商品を一番最初に紹介したのが GT のパロマアロイですかね。それからのこれですよ。ついに感じてくれたんです。会社に電話がかかってきまして、こんなものどうですかってこう勧められたんですね。ああなるほど、来てほしいんだろうと、動画説明する来てほしいんだろうと、察しての一発 OK ですよ。バチョーン、もう速攻こちら送っていただきまして、動画のネタにすることも OK というですね、もう太っ腹ですよ。やっぱこういった会社やっぱ素晴らしいですね。ライトウェイさんの心意気に感謝しつつ説明するジオスとなっております。今日もよろしくお願いします。ジオスといえばのジオスブルーが有名ですね。入門編のクロスバイクでは結構人気がある方ですよね。年に1回ですかね、受注生産される商品となっております。最初に言っておきますと、通常版のミストラルは定価5万1000円なんですが、限定カラーに関しては定価が5万3000円となっておりますので、ご確認の方よろしくお願いいたします。もう無難が大好き、無難こそ全ての僕にとって、8色の中から売れるカラーを選ぶっていうのは本当大変なんですよ。まあとりあえず全部こうジャ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 っとこう注文すればいいんでしょうけども、まあ会社としての実力も考慮して4色を選んで、うちは注文して入荷しております。何色が入荷しているかというのはね、ぜひお店の方に来ていただければと思うんですが、まあその中でも僕ちょっとこれはいい色を選んだなと思ったこのグリーン480サイズを使って今日はご説明をさせていただきたいと思っております。アルミのフレームに黒森のフォークになってます。ハンドルバーはアルミで540ミリ幅になってます。でですね、まあミストラルといえばっていうか、まあジオスさんといえばですかね、まあシマノさんのパーツがふんだんに使ってあるということで、まあ僕そういうところ一番好きなんですけども、まあ通常で言えばレバーにフロントディレイラー、ギアクランク、ギア、リアディレイラーまでがシマノさんっていうのは結構見かける、まあぼちぼち見かけるぐらいなんですが、これは V ブレーキ、ボトムブラケット、そしてホイールまでシマノさんで固めてあるんですよ。自転車でいう、まあ、重要な部分と考えられるところは全てシマノさんで揃えてあるっていうのが、まあ、売る側も安心してお客様に販売できるっていう部分かと思いますね。ギアクランクは48、38、28のターニ、そしてギアが11から32までの8枚、 3×8 で24段切り替えってことになりますね。フロントディレイラーがターニ、リアがアルタスになってますね。ホイールはシマノさんの WHR501、 タイヤはケンダさん 700×28C になってます。結構しっかり溝が切ってあるのでアスファルトとかなんとか走りやすいですよね。重量は520サイズで 10.8 キロになってますね。サドルはジオスさんって入ってます。オリジナルのコンフォートサドルですね。まあ、こういうのがいいんですよね。このように見てきました。ジオスさんのミストラルですね。まあ、2018年モデルとは全く一緒ですかね。定価も変わってないっていう状況ですね。まあ、5万円台のクロスバイクといえば、まあ、圧倒的人気といえばやっぱジャイアントさんの R3 ですよね。それに負けず劣らずのスペックと思うので、まあ、どちらにしようか迷うところではありますが、まあ、無難といえばマットブラックなのは間違いないでしょうね。あとブルーとかですね。せっかく限定カラーを買うので、まあ、めったに買えない色を買うっていうのも一つの手かもしれませんし、やはり無難が一番と思う方もいると思いますし、皆さんならどのカラーを選ばれますか？